さあ審判団戻りまして、これより後半戦再開の時を迎えようとしております。前半戦を終えまして広島ホークスが、2つのタッチアウトで試合の主導権を握りつつある段階で、前半戦が終わった格好になっています。しかし岡山も、本来の自力ある攻撃そして守備力が徐々に発揮されつつあるという展開を見せつつあります。果たして後半戦どのようにこの試合推移していくでしょうか。これより後半戦再開となります。後半戦は岡山スタンディングベアーズのキックオフで再開する形になります。キックオフしますのは11番の近藤です。摂南大学出身のプレイヤーが務めます。対しまして広島リターナーは5番と39番を配置しました。5番は福島日本大学出身のルーキー、39番は酒井です。島根大学出身のルーキーです。島根大学出身のプレイヤーです。本日季節の変わり目を感じる非常に風が強い天候となっております。フィールド上も恐らくかなり強い風があるかしばしばボールが転倒するシーンが見受けられます。さあ広島リターンに入った。さあまだ続いている。まだ行く。大きなリターンになりました。かなり有利な位置で相手陣40ヤード地点からの攻撃となります。さらに前進できた状況でもありましたがしかしこの時にサイドラインを踏んでおりました。その時点でプレーが終了する形になっています。しかし大きなリターンになりました。見事なビッグリターンを果たしましたが広島ホークス14番の和田でした。名城大学出身のプレーヤーです。これにより広島ホークスは相手陣39ヤードからの攻撃となります。広島ホークスファーストダウン10。さあまず中央のランプレーから入りました。先ほどから好調なランで後半も展開を図ろうというところですがしかしこれは、岡山もディフェンス陣対応し始めたかゲイン1ヤードにとどめております。キャリアは20番の玉山でした。京都教育大学出身。広島ホークスセカンドダウン9。さあこの判定どうか。パス不成功の判定です。クォーターバック18番ここで密集点にレシーバーを飛び込ませそこにパスを投じましたがしかしこれはディフェンスのカバーもあり不成功となっています。ダウン変わりましてサードダウンに変わります。広島ホークスサードダウン9。さあパスが通った。ファースト。しかしここでイエローフラグ反則が発生しています。プレーとしてはワイドレシーバー8番へのパス袖がキャッチしまして前進図れたプレーではありますがここでホイッスルが吹かれております。イエローフラグ投じられまして果たしてどちらの反則がありましたか注目のワンシーンとなっています。ディフェンスの反則です。オフサイド。ボールが動く前に相手エリアに侵入していたというディフェンス側の反則です。従いましてこの反則を広島は取りません。したがってプレーが有効となり先ほどのワイドレシーバー8番の笠松のキャッチ有効となりました。見事攻撃権更新です。広島ホークスファースト。さあ相手陣28ヤードからの広島ファーストダウン10。これは岡山ナイスディフェンス。広島ここで再びランプレーによって中央突破図らんというところでしたがここでディフェンスラインが立ちはだかりこのランを阻止します。最後は44番仕留めましてノーゲインセカンドダウンに変えます。
最後仕留めました44番は辻です。大阪市立大学出身のプレイヤーです。広島ホークスセカンドダウン10。パス成功。クォーターバック今度は横に展開していた10番にヒッチパス、真横に近い前パスからキャッチアンドランを図らせましたが、しかしこれは、岡山のディフェンス集まりよく、ゲインほとんどなくサードダウンに変えます。ここは岡山52番筆頭によく踏みとどまりました。52番はガモーです。専修大学出身のプレイヤーです。広島ホークスサードダウン10。ここでイエローフラッグが投じられております。イエローフラッグが発生しています。反則が発生した模様です。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでいました。この結果開始点より10ヤードバッターを受ける形になります。先ほどのプレーは無効となりました。広島10ヤード下がりまして、サードダウンのやり直しという形になります。広島ホークスサードダウン20、ボールオン相手陣38ヤード。ここでホイッスル。ここで広島が後半1回目のタイムアウトを行しました。さあ下がりましたが、得点機に近い位置には広島あります。ここでのサードダウンの攻撃シチュエーションを一旦再考するためにタイムアウトを取りました。試合再開です。広島ホークスサードダウン20。キュービーサック。クォーターバック下がりましてパスを投じようとしましたが、ここに岡山ディフェンス陣が殺到しました。キュービーサックパスを投じる前に仕留めましてフォースダウンに変えます。広島ホークスフォースダウンロング、パントフォーメーションを取ります。さあ岡山リターンに入る。このリターン岡山陣13ヤード付近でとどまり、この位置で攻守交代となります。攻撃権変わりまして岡山スタンディングベアーズに攻撃変わります。岡山13番相生クォーターバックでありながらキックイングチームにも参加し、非常にチームに鼓舞せんと積極果敢にプレーに関与しています。
岡山スタンディングベアーズ自陣14ヤードからファーストアンテン。さあ中央のランプ、まず密集点突破を図りランニングバックにボールを持たせました。キャリア48番飛び込みまして約3ヤードのゲインを果たしております。岡山スタンディングベアーズ48番は中田です。岡山大学出身。岡山スタンディングベアーズセカンドダウンセブン。パス不成功。ここで外へ展開していくワイドレシーバー80番にパスを投じましたが、このパスオーバースロー、サードダウンに変わります。岡山スタンディングベアーズサードダウン7。パス不成功。ディフェンス凄まじいプレッシャーでした。クォーターバックすかさずパスを投じんとしましたが、プレッシャーがありまして、その投げる瞬間にヒットを受け、結果的にロスコントロールになりフォースダウンに変わります。岡山スタンディングベアーズフォースダウン7、パントフォーメーションを取ります。考慮した低い結果は転がりまして相手陣46ヤード付近でとどまり、この位置で攻守交代となります。攻撃権変わりまして、広島ホークスの攻撃に変わります。広島ホークス自陣46ヤードからファーストダウンテン。これは岡山ナイスディフェンス。広島ランプによってまずやはり1点目の攻撃を展開しようとしましたが、岡山ここはディフェンスアジャストしまして64番97番対応しまして、このランノーゲインとしています。岡山64番は大本、愛媛大学出身のプレイヤーです。97番は石橋でした。福岡大学出身、ともに地方学生の選手がここでも活躍しております。広島ホークスセカンドダウンテン。パス不成功。クォーターバックジャッジャン、ここで奥に走り込んだ10番にパス。10番ディフェンスを振り切り、なんとかキャッチ戦というところでしたが、しかしボール届かず、パス不成功でサードダウンに変わります。広島ホークスサードダウンテン。ここでホイッスルが吹かれています。イエローフラッグ投じられました。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。オフェンスは揃ってスタートしなければいけません。5ヤードパッタイとなり、サードダウンやり直しとなります。
広島ホークス、サードダウン15。パス不成功。クォーターバック右に流れて10番にパスを投じましたがオーバーショー、フォースダウンに変わります。広島フォースダウン15、パントフォーメーションを取ります。岡山リターンに入る。左に展開して突破を図るというところ、しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しております。ターンの際に岡山に反則がありました。ブランドサイドブロック、背後への防げるブロックです。ボールを持っているチームはボールを持っていない相手の選手の背中にヒットしてはいけません。危険な行為として見なされ10ヤードのバッタイを受けます。従いましてリターンして終了した時点からの10ヤードバッタイを受け、ファーストダウン、やり直してファーストダウンという形になります。攻守交代は成立しております。岡山スタンディングベアーズの攻撃になります。スタンディングウェアーズ自陣15ヤードからファーストアウト。パス不成功。まずレシーバーを奥に出し出せ、手前にいるランニングバックにパスを投じ、そこからの、ラン旗キャッチを狙いましたが、しかしこのパスはキャッチできず、パス不成功となっています。ダウン変わりまして、セカンドダウンに変わります。岡山スタンディングベアーズ、セカンドダウン10。クォーターバック13番プレーアクションから左に展開している11番にプレアパスを投じましたが、この時にプレッシャーからパスを乱し、パス不成功となっています。ダウン変わりましてサードダウンに変わります。広島ディフェンス、フロントの圧力が相当強いものを見せています。岡山スタンディングベース、サードダウン10。これはクォーターバック、素晴らしいパフォーマンスを見せました。プレッシャーを受けながら左に向かい、しかしそこにディフェンスアットする中、素晴らしい走力でこれを巻き取り、なんとか駆け上がらんというところです。そして見事に攻撃権更新を果たしました。素晴らしいパフォーマンスで攻撃権更新です。東のホークスファース、岡山スタンディングベアーズファースター、素晴らしいパフォーマンスを披露しましたのは岡山スタンディングベアーズ13番のアイオイです。大阪市立大学出身のプレイヤーです。
さあ自陣26ヤードからの攻撃に入ります。岡山スタンディングベアーズファーストアンテ、これは広島ナイスディフェンス。ここでドロープレーによって状況打開、ハガランとランニングバック3番にボールを託しましたが、これを広島ディフェンスフロント見事に対応しまして1ヤードロスに変えております。仕留めましたのは51番の川田でした。川田でした。専修大学出身のバイスキャプテンです。岡山スタンディングベアーズセカンドダウン11。パス成功、ファースター。大田原区13番中央に走り込んできた80番にパス、80番密集点ヒットを受けながら見事にキャッシュしまして攻撃権更新です。岡山スタンディングベアーズファースター、見事にパスを投じましたのはクォーターの13番マイドイ、取りましたのはワイドレシーバー80番のタクワでした。タクワは甲南大学出身のプレイヤーです。岡山スタンディングベアーズ自陣41ヤードからのファースターアンテ、41ヤードからファースト。ファースト パス不成功。ここでアイフォーメーションからダイブフェイクでタイトエンドのパス、密集点のキャッチを期待されましたが、しかしボールをジャングルしましてパス不成功になっています。ダウン変わりましてセカンドダウンに変わります。岡山スタンディングブレーズセカンドダウンテ、さあ今度はフルバックに持たせまして中央トップ上がらせました。これは構想しまして約8ヤードのゲインとなっています。岡山スタンディングブレーズ見事全身測りましたが3番の佐藤でした。一橋大学出身のプレイヤーです。サーダン残り3ヤードに訂正します。岡山スタンディングウェアーズサーダン3。クォーターバック13番プレーアクションから80番へのパス、右に展開していた80番見事にこれをキャッチしまして攻撃権更新です。岡山スタンディングベアーズファースター、タフなキャッチ決めましたのは80番のタクワでした。そしてそれをそこに投じましたのはクォーターバック13番のアイオイでした。大阪市立大学出身のクォーターバックです。さあ相手陣入りまして相手陣45ヤードからの岡山ファーストアンテ、さあここで再びフルバックにダイブプレー、カウンター陣に入りました。早いタイミングのランによりましてこれも約7ヤードのゲインに変えております。見事なランを展開しているのは3番の佐藤です。一橋大学のタフなランが展開されております。3ヤード岡山スタンディングベアーズセカンドダウン3。今度は広島ナイスディフェンス。今度はその裏を取るようにカウンターでランプレーを展開しようとしましたが、ここで広島フロント素晴らしいチャージをかけましてこのランを阻止しサーダウンに変えます。タックルしましたのは59番でしょうか、失礼いたしました、見事なタックルを見せております。59のタックルより、さあサーダウンファイル、サーダウン攻守そのままプレー注目です。パス不成功です。パスリフレクト、
ここでクォーターバックプレーアクションからのパスで攻撃更新を図りましたが、これをディフェンスがパスリフレクト弾きまして不成功に変えております。岡山はフォースダウンに変わります。岡山はフォースダウン5、フォーメーション組みました。フォースダウンギャンブル、このワンプレーで5ヤード突破を図ります。さあなるでしょうか、ギャンブルプレイ。パス不成功。クォーターバック13番ハンドオフェイから左にブーツ、むき出しの状態で左オープン展開し、パスないしは何という展開をしようとしましたが、どちらもカバーされ結果失敗に終わりました。4回目の攻撃失敗ですので攻撃権変わりまして、テイクオーバー攻撃権広島に変わります。さあ攻撃取り返した広島、自陣40ヤードからの攻撃、ファーストダウン10。さあ中央のランを展開しましたが、これは岡山が組み止めます。ゲインほとんどなくセカンドダウンに変えます。岡山本来の強みであるラン守備に徐々にその凄みを見せてまいりました。さあ前半のランプレーがなかなか影を潜みつつありますが、これが岡山の突破口になるでしょうか。広島ホークスセカンドダウン10。第3クォーター終了、広島ホークスの13点。ここで第3クォーター終了となります。第3クォーターを終わりまして広島ホークス13点、岡山スタンディングベア0点、攻守の方向を入れ替え最終クォーター第4クォーターに移ります。